どうも、なめです。髪をね、バッサリじゃないですけど切ってきました。まあ、そんなにね、あ、でも結構切ったかな。この耳も、もうこの山だったんですけど結構出したんで、結構バッサリしましたね。後ろも、後ろこんな感じなんですけど、まあ、刈り上げとまでは言わないですけど、結構切りましたね。あの、お店の人にやってもらいました。自分じゃワックスつけるけど、こんな風にかっこよくできないんで、本当に一番思うのが、あの、スタイリストさんっていうのかなと、違うな、美容院とか行ってさ、そういうところで働いてる人たちはこういうの本当上手ですよね。プロだから当たり前だと思うんですけど、自分がやったらぐっちゃぐちゃになってすぐペタンってなっちゃうんで、ちょっとね、こういうのを自分でできたらいいなって思っています。皆さんワックスつける方ですかね、どうですか。まあ、なんかつけると髪傷んじゃうからっていう人結構いると思うんですけど、もうおしゃれでつける人もね、今いるので、まあ、どっちの方が多いのかな。よかったら、つけるかつけないか、コメントで教えてください。よろしくお願いします。ということで、本日は髪を切ったという動画でした。じゃあ、もしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。